週刊文春にニューヨーク司法試験で不合格になった小室圭のことが書かれていましたね。ちなみに合格率は昨年の 49% よりも 4% 低く 45% だったようです。そして小室圭のような再受験者は合格率が 30% だったようです。奥野弁護士には5点足りなかったと答えて7月に再挑戦することを語ったようですね。ちなみにその狭き門をくぐり抜けた日本人にも取材しているようで、朝5時から選択問題を勉強して、朝9時から夕方6時までは現地の法律事務所で働いているようですね。それで帰宅をしてから11時までは論文式問題を最低1問解いたりとかして、週末は1日中勉強していたようです。日本人留学生のコミュニティでも司法試験予備校の教材を交換したりとかして試験勉強していたようですね。ただこういった日本人会には小室圭は参加していなかったようで、そもそも勉強してなかった可能性が高いですね。まあつまり受けていない可能性が高いんでしょうね。ちなみに法律を専門的に学んだことがない小室圭は、国際基督教大学時代に国際弁護士の立川ジュリアさんと出会ったようです。それで国際弁護士に憧れたようですね。海外にも拠点を作ってほしいという眞子さんの夢にも応えられるしということで憧れたようですね。ちなみにここでは奥野弁護士に小室圭の面倒を見てほしいとお願いしたのはこの立川ジュリアさんだと書かれていますね。赤嶺様もいろいろと奥野弁護士とはつながっていますが、立川ジュリアさんから奥野弁護士に依頼したようです。それでパラリーガルとして雇って留学中の生活費も支援したわけですね。ちなみにパラリーガルへの留学支援は奥野弁護士としては初めての対応だったようです。それで事務所の弁護士も嫌になってたくさん辞めたんでしょうね。弁護士ランキングも落ちていましたからね。さらにフォーダム大学でもマーティン奨学金で年間1000万が支給されたわけですね。これはフォーダム大学のホームページにも眞子さんのフィアンセとして掲載されたからコース利用と批判されていましたが、私が提出をした成績を含む総合的な評価で決まったと結婚会見で文書回答したわけです。インターンではゲイリー森脇さんのところで働きましたが、使い物にならなかったからなのか雇ってもらえずにサンドラに入社します。通常は大手の弁護士事務所は LLM コースに行った生徒は外国人がハグ付けのために行くところなので雇わないようです。でも眞子さんのフィアンセと経歴に変えたことで雇ってもらえたようですね。ちなみに小室圭が司法試験に落ちた原因は大きく2つあって、まずは英語力だとアメリカの司法関係者は答えているようです。インター出身で英語はできるようですが、法律関係の英語とかはまた別物で、弁護士を目指す学生からしたら英語が堪能とは言えないようですね。2度目の司法試験に挑戦すると聞いて、あの英語力で大丈夫なのかと心配になりましたと関係者が語っているようです。そしてもう一つは小室圭が試験を経験したことがないことですね。小室圭さんも小室圭の筆記試験の経験がないことを指摘していましたが、過去に筆記試験を受けたのは中学校にあたるインターナショナルスクールの受験だけのようです。この時の試験が英語と作文と算数のようです。それからは国際基督教大学や一橋大学院やフォーダム大学も書類選考とか面接だけだったようです。しかも論文で優勝したのも主要な大学の学生は応募するような大会ではないようですね。まあ海の王子の論文版ですね。海の王子もそもそも女性の海の女王がメインの大会で、そもそも男性は立候補者が極端に少ない大会ですからね。しかも普通の大会は応募者がわからないブラインド方式で行われるようです。これは名前がわかったら賄賂で当選したりとかそういう問題をなくすためですね。逆に言えば賄賂を渡せば誰でも入賞できる大会なのかもしれませんね。まあなんか久し様の盗作作文と似ていますね。ちなみにメトロポリタンのキュレーターもどれだけ難しいことなのかも書かれていました。勤続10年の助手で年収400万円台とか厳しい現実があるようですね。だからキュレーターなんてそんな簡単にはなれないわけです。ちなみに H1B ビザを申請して抽選に受かっていても、ビザ発行の10月に申請元の企業で勤務していることが条件のようで、解雇になればビザは使えないようですね。そして眞子さんは芸術ビザを取得した可能性も書かれていましたが、このビザでは小室圭は働けないわけですね。だから眞子さんだけ働いて小室圭が家にずっといることも考えにくいわけですね。一応眞子さんが有給の研修やインターンとかの目的の J1 ビザを取得したら小室圭も働けるようですが、これも一度日本に帰国をしてアメリカ大使館でビザスタンプをもらう必要があるようです。アメリカでも不可能なわけではないですが、手続きに1年以上かかったりとかして現実的ではないようですね。ちなみに小室圭を雇い続けるのか聞くとノーコメントという返事が返ってきたようですね。ちなみに例のカーペンター氏とは小室圭も会っているようで、小室夫妻と食事もしているようですね。4月14日にはカーペンター氏はニューヨーク総領事にも顔を見せたようです。ニューヨーク総領事に就任した森美京氏の関係会があったようです。ちなみに森氏は秋島様と異例の面会をしていますが、秋島様の方からお願いされたと周囲には話していたようです。ちなみに女性自身では、眞子さんが芸術ビザをニューヨークで取得した場合には、小室圭は配偶者ビザか、眞子さんよりも給料が安い法務助手になるが、小室圭と面識がある日系ビジネスマンは、彼の目的はニューヨークで生活を続けることで弁護士になることではないのではないかと答えたようです。小室圭に弁護士としての将来のビジョンが全然伝わってこなかったようですね。確かに代理人弁護士は
弁護士になるとは言っていませんと答えていますからね。だから小室圭が主婦に専念する可能性も十分にあると書かれていました。料理もモックさんは鳥取県を公務で訪れた時に地元の高校生との会話で料理の話題になって、私は卵焼きを一回も成功したことがないと答えたようです。だから料理は小室圭が担当するのではということですね。まあそもそも今は収入もないくせにメイドサービスだからそれもないと思いますけどね。芸術ビザも難しいと思うし、日本に帰国する可能性もありそうですが、どうなりますかね。ちなみに天皇皇后両陛下は8ヶ月ぶりに2人揃って外出を伴う公務に出席をされたようですね。日本国際賞で科学技術の進捗に大きく貢献した研究者に贈られる賞で、2020年から延期されていたため3年間まとめて表彰されたようです。式典の後にも受賞者との懇談に参加されたようです。愛子さまの完璧な成年皇族の記者会見でだいぶ負担も軽くなったのかもしれませんね。ただ朝日新聞の皇室スケジュールには毎回天皇皇后両陛下のスケジュールがないのも不思議ですよね。まあ昭島家が公務をこなしているのをアピールしたいのかもしれませんが、昭島家もずれていますからね。この時期に伊勢神宮とか参拝する必要ないですからね。ちなみに悠仁さまは通学するのに学校の門の前のギリギリまで行って 100m だけ歩いて登校しているようですね。ちなみにお茶の水の時は学校の中まで車で通学していたようです。それが 100m 離れた場所から徒歩通学するのは、紀子さまが他の保護者から特別扱いとみなされないように強く予防されたからではないでしょうかと書かれていました。完全にずれていますよね。ちなみに悠仁さまが部活動を見学ということでバドミントン部に見学に行ったようですね。ちなみに剣道部は悠仁さまに声をかけ勧誘したようですね。悠仁さまは喋らずに無視をしていたんですかね。校内では 2,3 人の生徒と歩いているということで、同じ定型校進学制度を利用した古文でしょうね。服装も地味な服装で、紀子さまは庶民派をアピールして人気回復を図ろうとされているのではと書かれていましたが、小田部教授がまずは悠仁さまのプライベートを公開した方がいいと指摘をしていましたね。悠仁さまの学校や家庭での様子で喜怒哀楽がわかるものを公開していくべきだと指摘をしていました。宮内庁関係者によると、悠仁さまはスキーが抜群にうまいということで、その運動神経が伝わっていないのが残念なことと話されているようです。まああの運動会での玉転がしを見たら運動音痴なのがすぐにわかりますよね。ちなみに紀子さまもイメチェンを狙っているようですね。この間の結核の前日札の後にも記者を招き入れて、先ほど聞いた話なのですがと説明をされたようですね。まあ先ほど聞いた話ということで、パクリをあっさりと認めているところは好感が持てますが、もう感覚が麻痺してるんでしょうね。普通はつい数分前に説明を受けたことを、説明してくれた人がいる前で他の人に同じように説明するのはちょっと恥ずかしくなりますよね。ちなみに昭島ご夫妻は3泊4日で立皇嗣の関連行事が終わってから昭和天皇陵を参拝されるようですね。やたらと参拝とかアピールしたがりますよね。悠仁さまも入学と卒業報告とか眞子さんも報告しに行ってますよね。その前に DNA 鑑定した方がいいですよね。今まで他人の墓を参拝していたのかとなっちゃいますからね。そもそも昭和天皇の喪中に結婚しておいて参拝なんてアピールでしかないですからね。まあ血のつながり疑惑もありますが、タイで売春の疑惑やアルチュの疑惑や重婚の疑惑や子供がいる疑惑とか、昭島様だけでもこれだけ疑惑があるのに、眞子さんの結婚相手の家族は殺人の疑惑も持たれているぐらいですからね。他にもみんな外交レベルでは英語ができないというのもあるし、海外からは全ての国に嫌われて、誰も立皇嗣の礼の儀式を祝福してくれませんでしたよね。悠仁さまは作文盗作とかリアルタイムで記者会見ができなかったり問題だらけですよね。もういい加減に忖度せずに真っ当な報道してもらいたいですね。悪いことをした人たちはみんな逮捕してもらいたいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。